タクランチ嬉しいね。最高。シャカシャカと。これ何ですか？チキン。チキン。いいご飯を食べる？ご飯を食べる。マッチプレート。2022年9月3日、朝の8時53分です。今日はねちょっと30分ぐらい遅いんですけど、そう今日はね10時からコーチも来てくれて1時間レッスンになったので、そう私の集中力ってもう持って50分、1時間でもまあ先生と一緒にするからそれはありとしてと思ったので、あんまりさ3時間とかやると絶対私集中できないと思ったので、ちょっと今日は家でゆっくりしてそれから来ました。はい、なので今日はねコーチの分もここにねホット今日言えなかったホットコーヒーを準備してます。便利、はい、では頑張ります。そう私がしてたのは今ね何も見てないんですけど、これを覚えて発音とか、まあ、同じペースでシャドーイング、覚えてそれを 発音するじゃない言うっていう練習をねずっとしてたんですけど、なので全部この30秒は完璧に今セリフ覚えていて、このスピードに乗ってね話すってことをしていました。はじめ本当に何て言ってるか分かんなくて全然聞き取れなかったんですけど、まあ、分析して一個一個したらさだいぶ言えるようになって、多分もう大丈夫、今も何も見てないです。ミランダ・プリーシーズ、エディター・イン・チーフ・オフ・ランウェイ。わお、今日も虹出てる、毎日まみれるね。てかここにかかるのかしら、曇りの日要チェックですね。くっきり出てきました。さあ今日のランチはイスタンブール。私の写真撮りたい、かわいい、かわいい、メニューもかわいいし、メニューもかわいい。英語終わって今日はコーチとご一緒です。明日もレッスンです。明日もです。お腹空いた。ムスしましょう。かわいいな、なんかこの感じ、ね、めっちゃかわいい。サンステーババガナッシュスモートワメナロエクラントブラックガーリック。かわいい、かわいい。今日はイスタンブール。ごめんね、全然大丈夫、私も写真撮りたい。だってこれ見た目が可愛いんだもん。やばい、これ贅沢ランチ嬉しいね。最高。シャカシャカと。これ何ですか？チキン。チキン。いいご飯を食べる？ご飯を食べる、ご飯で一緒に食べる。マッチプレート。サワークリーム、ヨーグルトかな。ヨーグルトだった気がする。ギリシャヨーグルトかな。美味しそう。なんかね、これ自体ももうすでに甘い。デライトね。そう、私そうだ、トルコ行った時これ買った、お土産にこれいいよっておすすめされたんだった。はい、改めまして皆さんこんにちは。今日は、あ、言ったか、今日は言いましたね。今は夕方4時あたりです。さあ今日は朝から自習して、でその後先生とコーチとね1時間練習して、で今日は一緒にねランチに行く日だったので、近所のイスタンブールさんに私は初めてお邪魔してきました。そう、ニューヨークではさ、ああいうフムスとかを使った料理、中東料理
ていうのかな、はすごくあるので、しかも流行ってるし、うちの近所にもたくさんあってよく食べてたんですけど、あ、確かにハワイで食べたことないなと思って、どうやらあんまりないようで、そうで、なのでかわかんないけど、とにかく今流行ってますね。流行ってるお店だなと思って、いや何がいいってね、もちろん料理も美味しいんだけど、店員さんがさ、みんなイケメン、みんなかっこいいと本当にびっくりするぐらい、なんか私たちはテラスを指定してたのでテラス席だったんですけど、テラスだけでも5人ぐらいさ、男の男性のスタッフがいて、みんなかっこいいよね。女の子もさ、みんな可愛いし、もう本当顔採用じゃない、顔採用なんじゃないっていうぐらい、もうモデルレベルにみんなかっこよくて、キュンってしました。いや大切、本当だ、しかも親切だし、ただかっこいいだけじゃない、優しいし気が利くし面白いし、そう、いや最高でしたね。はい、そう、そして その今日コーチとさレッスンしてる時に、私がこう先にさついてて、その時に、あ、なんか日本の、あ、風大丈夫かな、日本の方っぽい方が、あ、そのうちのマンションのなんかいろいろ風景とか撮られてるなって思ってたんですよ、写真をね。で、あ、多分日本の方かなって思いながら、まあ、こう横目で見て、そしたらさ、あの話しかけられて、つかぬことをお聞きしますかって、なんだと思って、あ、施設のことかなと思ったら、あの YouTube されてますよねみたいな感じでおっしゃってくださって、めちゃくちゃ嬉しかったです。なんか緊張しちゃってさ、いや、しかもね、もう緊張しちゃう。まさか同じ今度でなんか見てくださってる方が、その方は日本の方みたいなんですけど、今来られてて、そう、まさかね、見てくださってる方がいるなんてって感じで、本当にびっくりしましたし、嬉しかったですし、あの写真いいですかね、写真ですかみたいな、私もパジャマみたいな格好をしてたけど本当ごめんなさいみたいな感じで撮らせていただいて、でさ、そしたらさ、私さ今こう出勤中なんですけど、パッてさ見たらさ、今度は私がさ、よく見ている YouTuber さんがいて、わ、どうしよう、話しかけるかかけないかめちゃくちゃ迷うと思って、あーどうしよう、でもその私の友達がさ、昨日お会いしてて、その方と、あ、でもそのこと伝えたいしどうしようと思って、もう勇気振り絞って今話しかけたんですけど、そしたら横断歩道でさ、どうしようみたいになっちゃって、ちょっとしかお話できなくて、で私も何を思ったことか、なんかさ、いつも見てますとか、ほんとすっごい綺麗で綺麗な方だったんですけど、いつも見てますとかさ、いや綺麗ですねとか、そう褒め言葉言おうと思ったらさ、ついついめちゃくちゃどうでもいいようなこと言っちゃって、そう、昨日私の友達と会ってましたよ、会してましたよねみたいな感じで言っちゃって、え、私何言ってるんだろうと思って、すぐテンパっちゃう、なんかもう何のために話しかけたんだで、いや、あのいつも見てますみたいな感じ言おうと思ったのにさ、思わずさ、なんか違うこと言っちゃって、あ、てんてんてん丸みたいな、そして横断歩道で信号赤になって、あ、やばいってなって、もう別れてしまったっていうさ、ダメだ、どうしよう。だからさ、やっぱ常にちょっとこうベストな自分でいないとなって本当に思ったわけです。いつどこで誰に見られてるかもわからないし、まあ別に見られる分にはいいんですけど、なんか私がそう話しかけて、うわ、お話ししたいけど、今私とかさ、すごいもう本当毎日タンクトップと短パンでしか通勤中歩いてなくて、あ、どうしよう、こんな格好でとかさ、いろいろ考えちゃったんですけど、いや、なんか本当常に自分の中で自分が満足いる自分でいないとないけないなってすごい思った時間でございました。そしてアメリカは今日から土日月3連休で、なんかアメリカ人の観光客の方はもちろん多いんですけど、なんかすっごい日本の観光客の方をお見かけするんですよ。なんでだろう、やっぱり PCR がいらなくなったからですか、
やらなくなったのかな、どうなんだろう、戻るときに。本当にすっごい見かける、絶対日本の住んでる方じゃない観光客の方なんだろうなっていう方々が、まあ、今ね、今日から今日明日沖縄フェスがあってるから、みんな結構そこに行ってたのかな、なんかわかんないけど本当に見かけますね。というわけで、なんか今日もいろんな感情が、いやーもうダメだな、私すぐテンパるよね、なんですぐテンパるんだろう。なんか私結構さ、こう自分の好きな、こう例えば有名な方だったりとか芸能人の方だったりとか、あんま話しかけるタイプではないんですけど、でもさ、これからもう結構見かけたら話しかけようっていう風には決めたけど、話す言葉が浮かばないよ、どうしよう。勉強だ、勉強っていうかそのトークの練習ですね。というわけでここまで来ました。そういえば今日さ、虹が出て土砂降りだったのに、いつの間にか青空、ちょっと曇りかな。ではでは、今日も頑張ってきます。それでは皆さん、また明日、バイバーイ。明日の英語の時に一緒に飲もうと思って、ヨーグルトといつものライムジュース、私これめちゃくちゃ好きです。